新企画スバルの部屋。さあ今回のテーマは何か。勉強をしたい、長く続けたいんだけどどうしても集中できない、習慣化できないっていうね、声がすごい多かったんです。読み込み中です。どうも元気東大エクスプレスのうせむすばるです。さあ今回はですね、新企画スバルの部屋始めます。イエイ、ありがとうございます。さあこのスバルの部屋何かって言いますとですね、受験生とか高校生、いろんな勉強の質問をこれまで半年間ねもういただいてました。そこでですね、ライブとかで答えていたんですけれども、あまりにも多いと。だからですね、今回は、まあ、僕はもちろんなんですけれども、ゲストをねせっかくなお呼びして受験生の質問にね答えていきたいと思います。さあ今回のテーマは何か。一番多かったんです。それは何かっていうと、長く続けたい、勉強をしたい、長く続けたいんだけどどうしても集中できない、つまり習慣化できないっていうね声がすごい多かったんです。さあ今回はですね、早稲田の商学部、ゲスト金井さんをお呼びしてます。僕です。知ってなかったけどね。はい、ということでありがとうございます。さあまずね、知ってる方も多いと思いますが、金井さんをお呼びしました。はい、どうしたの、首折れたんですか。座ったら完全に首折れてる人です。さあ今回、まあ、金井さん習慣化が得意ってことなんですけど、習慣化こそ我が人生。それと、すごいですね、まあ、名言、もうメンタリストみたいな感じですか。習慣メンタリスト、習慣メンタリストの金井さんなんですけれども、じゃあまず習慣化ができないっていう受験生すごい多いんですよね。なんか一言。習慣化ができないって悩んでる人はね、これ残念な話なんですけど、もう絶対できないんです。習慣化ができないと思ってる人はもう絶対に習慣化することはできない。はあ、哲学みたいな、はい、もっと深いことを言うと、深いこと、まあこの理由をね話すとね、これ、はい、あ、なるほどってなるんですよね。お、はい、その理由をぜひ。はい、理由なんですけど、何から話そうかなってなっちゃうんですよね。はい、ちょっと話しますね。僕ら勉強を習慣化できてる人って、習慣化しようと思って始めましたから。あー、習慣化しようっていうよりは、なんかやってると自然に習慣化しちゃった。それなんですよね。はいはいはい、誰しもね、その、なんか、まずは21日で続けようって思ってさ、なんか、その、習慣化を目指して勉強してるわけじゃないと思うんですよね。もう、ゴールってあるじゃないですか、はいはいはい、目標があってそれに合わせてたらちょっとコツコツやってたみたいな。あ、なるほどなるほど。じゃあいきなり例えば1日12時間しようっていうんじゃなくて、まずは目標を決めて。そんなできないっすよ、もう12時間なんて。すごいけど、こう見えて噂に聞いたんですけど、1日16時間勉強してやってました。いや、どっちなんですかね。やってました。それ習慣ができたらもうね、あとうわー、確かに確かに、なんかこのなんかこう来るところがあるよね。俺だって最初さ、塾に入るまでさ、1日5時間以上人生勉強してることなんか、5時間以上人生で勉強したことマジない。マジで。そうそうそう、確かにサッカーもガッツリやったし、まず勉強が大嫌いだったから、ちょっとやって、当時 PSP が流行ってたんですけど、はい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 、それやったりして。プレイステーションポータブル、あの1時間勉強したら2時間休憩。どんなご褒美やねん。当時の金井の中では1時間の勉強っていうのはもうそれで、すげえやったみたいな。あー、じゃあ基準が言うたらめちゃくちゃ低かったんですよね。最初のうちはね、単語とか自分でできることから始めていったら、うん、だんだん勉強ができるようになって楽しくなってきて、ね、抵抗感なくなってきて、あ、じゃあ次は文法とか長文とか、なんか自分であれこれやるようになっていうのが気づいた習慣化みたいな感じ。あ、なるほど。じゃあそんな課題がもともと、じゃあきっかけとしては、まずはじゃあ英単語とかできるところから始めていく。あとはね、俺英単語覚えようとか思って勉強したことがないんですよ、ね。英語を学ぼうみたいな、英語でコミュニケーション取りたいみたいな、まあ今全然まだ取れてないんですけど、そういう目標あったから、受験で出る出ないを考えてると、やっぱさ、なんかあれじゃない、この単語出なさそうだから覚えない。あー、単語帳見てもね。そう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 、うん、やっぱそれ超主観だし、うん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 、それって勉強して楽しいのって思っちゃうわけですよ。じゃあ受験してるだけで、例えばじゃあ小テストとかでさ、じゃあ0から50のこの50個単語覚えてくださいっていう時には普通に来る50単語。そうです。てか俺小テストの単語テストのための単語勉強ってもしたことない。それは高いですね。それはもう自分でガツガツ一個一個覚えてたから、それ楽しくてもうどんどん先に進んだんだよね。あー、知的好奇心が勝ったみたいな。そう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 、だからチャプターなんてなと気にしたことないし、あ、やばいやばい、元気の頃は一人だけ違うあの単語帳を使ってた。あー、はいはい、なんかけどちょっと自分をね、プライドでドヤーみたいなできるし、しかも確かになんか他の人よりね覚えられるし。そうそう、なんか単語テストとかあったんだけど、やっぱそれだけズバ抜けて大切なことしたよ。確かに、こう金井さんめちゃくちゃ英語できるんですよ、早稲田の商学部をね。あの英語 もほぼ得点もしっかり取ったっていうことなんですけれども、なるほど。じゃあ金井さん、もともと本当にゼロベースからなんだけど、まあ、英単語は自分の知的好奇心。そうですね、ゼロベースっていうか、中学英語から勉強し始めましたね。いや本当に高校が偏差値40ぐらいの高校なんですよね。英単語はもう分かるのか、けどさすがに英文法とかさ、英作とか長文とかいろいろあると思うけど、そこはどうやって。いや、なんかそれもね抵抗はなくて、俺なんか単語帳は
確かにやってたんだけど、まあ文法もちょっとやってたけど、でも一番配分が多かったので長文読んだったんだよね。長文読んでて、あこれわかんねえなーみたいな、でもこの文章読みてえなーみたいな、ってからわかんない部分があったらその文法書を調べて、こうそういうことなんだみたいな。はい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 、自分がやりたい、こうやりたいと思ったものに力を注げた。もうなんかさ、頭でっかちに文法参考書を一からもうこの受験の範囲網羅してやるじゃなくて、文法の問題集とか特訓とかじゃなくて、そうそうそう、俺は英文が読めればいいと思ってたから。ああ確かにそれまさにゴールが逆算みたいな話ですよね。よろしく頼むぞ。確かに結構英語を僕もいろんな受験生見てますけれども、失敗する人多くは長文が入って大きいのにみんな基礎基礎って英文法の問題集をもう全部やるまでまずは長文読みませんとか。そうだね、なんかアホすごい端的アホアホ。なるほどね、そうかそうか。じゃあ、まあ、確かに長文をベースにした上でこう戻ってみると、まあ、どっちも相乗効果になるよね。そうだし、長文読んでたら全部学べますよ。ああ、けど本当に深いですね。けど確かにこれ知らないというか、あんまり意識できてない受験生も多いと思う。そうですね、なんか勉強しようってなるとやっぱ文法がベースになってるんですよ。多分それは高校3年生の勉強の中心が文法だったから、はい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 、英語イコール文法の勉強みたいなイメージがある、あるからそうなってるんですけど。そうか、それは違いますよね。確かに、まあ文法もちろん大切だけれども、基本的にはもう長文っていうゴールがね。そうですね、あるから、それこそ長文読んじゃういいぐらいです。ああ、まあ共通テストとかもね、文法なくなって、はい、長文テスト長文になりますけれども。確かによろしくお願いします。じゃあちなみに習慣化っていう話にちょっと戻すと、言うたら課題の場合は自分のまずは得意なこととか小さなことからコツコツまずは始めていく。そうですね、もう英単語とかそういうなんか分かりやすい、もう自分がなんかバカでもできるじゃないですか、英単語とか。だからそういうのから始めてだんだんその やる気が広がっていって、あれか、自分の知識がもうすぐ見えるものからまずは始めて。そうそうそう、苦手科目はどうなの？多分ね、みんな同じだと思うんですよ。まあ英単語、私も英単語とか文法得意です。けどさ、例えば国語とかどうなの？国語はまあ3教科だったんで僕の場合、うん、嫌いっていう嫌いはないですよ、英国者の。そう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 、でも中でも現代文はやっぱなあ、現代文なかなかいかんせんさ、成長が見えないっていうのが嫌いだったんですよね。確かに現れにくいですよ、自分の努力が、はい、結果として、はいはい、勉強の仕方がなんとなく分かって、あこうすれば国語が伸びるんだって思ってからは他人に説明するっていうゴールを決めて、単元ごとにね、国語って単元とかそういうのがなさそうに見えるじゃん、うんうん、勉強とかってしかしの後で線引いてとか、そうね、なんか先の読解ばっか多分みんなやってると思うんだけど、そうじゃないってことで気づいてからはもう人に説明して、うん、あなんかフィードバックもらって、あよしみたいな。あ確かに、めちゃくちゃ今現代文めっちゃ得意なんですけど、でも俺の友達の文さんとかね、東大に行った子とかも同じこと言ってた。なんか人に説明することで国語っていうのはやっぱできるようになるんだよ。逆にできない人は人に単純に言うと説明できんらしいね。なんとなくで選んだ。ああそれもあるっすね。なるほどなるほど。国語ってさ、人に話さないと合ってるかどうかっていうのが分かんない、自分の解釈。ああそうかそうか、なんとなくで選んで自分の中だけで落ち込んでもそれは伸びないし、そう、筆者のなんか見解とか要点を自分の中ではああ分かったって解釈したつもりだけど、なんか変なフィルターかかっててさ、なんか違う解釈になってたり、それを自分の解釈を人との照らし合わせて、ああ自分が合ってるんだって分かると思うんだよね。確かに確かに。じゃあそれこそ問題集だけの勉強っていうよりはそれプラスで人にこう説明できる。そうですね、問題集は問題解くのはそんな嫌いじゃなかったんでやってましたけど、人っていうことが、そうですね、人もそうだし、あとはね自分の好きなように勉強するっていうのがやっぱね一番大事ですね。確かに。じゃあ最後にですね、もう本当に今の話を聞いて、じゃあ金井さんがもう受験生高校生にアドバイスあるとしたらどんなことを送りたいですか？好きなように勉強する。すごいやん、もう YouTube やんすよね。明朝体育に出てます。見えます。はい、ということでですね、まあ、今回は金井さんをお呼びして、習慣化という話をしました。はい、まあ、まとめると、1がまず小さなこととか、自分の得意なことからまず始めていく。そうですね。そしたら自然と習慣化していく。そしてまあ国語とかに関しては、あとは人のアウトプットとか、そして自分の目標設定みたいなところが意外と重要だった。そうですね、人は大切です、やっぱ。うん。はい、ということで、以上です。さあ、今回この新企画ですね、もしこれからですね、いろいろね、聞きたいこととかあると思いますね。YouTube のコメントだったり、あとは Twitter とかで、ハッシュタグパスラボとかつけてもらって、やってもらったらね、その、採用ね、したいと思いますので、ぜひ YouTube のコメント、そして高評価、Twitter のフォローもお願いします。それでは、バイバイ。今回は英語テープのね、アメリカンな発想でやっていきましょう。